はいどうも皆さんこんにちは、アルダレサラダのダンススクールやってまいりました。やということです。さあ、今回はですね、こちらラキ君のバイセクルということでね、見ていきたいと思います。チョンハちゃんの楽曲のダンスカバーというところでございますよね。こちらの収録ボタンをフォイト。今回はリアクションの方がね、撮ろうかなと思ったんですけど、見ちゃったんで、はい。というところで、今回解説というか、どういうところがすごいのかっていうのを見ていきたいと思います。こちらにね、映像出てると思いますね。一緒に確認していきましょう。そしたらですね、ちょっと行きますか。せーの、はい。この最初のやっぱそのヒット、初速ですね。パーンって打った時の強さ。強いんですよ。このアクセントが。ブンってなった時に、この左手の部分がちょっとこう、ブルってなる感覚あるじゃないですか。普通、この体の近くの部分にメインでヒットが入るかなっていうところに対して、こちらですね。に対して、左手の方までしっかりとこう、ビーって意識がパーンって乗ってるのが、ゴイスで、ちょっとこの目つぶってる感じね。この上がり方よね。パンパンタンタタツタツタ。今回のこのバイセクルに関しては、割とこう、緩急っていうんですかね。入れて、抜いて、入れて入れて、抜いてっていう、はぁって抜いた時の、このリラックスのところのその筋肉の収縮具合みたいなところをぜひ見ていただければと思います。あとね、個人的にはこのスタイリングもなんですけど、まあ、この広い肩幅に対してこのウエストの細さと足の長さ、足の細さっていうところで、その、まあ、ラキ君ぐらいの人だからかっこよく見えるシルエットかなっていうふうに思います。僕同じ格好してたらちょっとね、あんまりかっこよくならないっていうところがあって、そこら辺も着こなしからもハイレベルっていうのはありますね。このペロって感じ。ああ、ね、この、ちょっとこの腰後ろに引く感じね。この足の入れ方ね。今のところのタン、タタ、タタっていうところの手を出してから手首入れてっていうこのウェーブの使い方、カッカーみたいな、細かいところっていうのは、プラプラしてしまいがちになるんです。こっち側かな？になるんですけど、しっかりとここ、クッ、クッ、っていう風に筋肉を締めて締めて締めてっていう風にやっているのでバッキバキになるんですね。でここまで肘がしっかり高く上がるじゃないですか。手を伸ばした状態からしっかりと肘の高さを上げたところまでガガガガって上に持ってこれるところも素晴らしいですね。やっぱりそのバレエがあるからこその背筋の強さとか背中の強さっていうのはあるかなと。ここら辺のねその滑らかに動かすところ。ここら辺、首の使い方、柔らかさからの、この表情からも伝わってきますよね。今、力入れてるな。今、ちょっと抜いてるんだな。みたいな。あ、ここね、ここなの。僕がね、ちょっとやばいって思ったのは、人の速度じゃないやつ、バージョン1。早っ早っあー、ってちょっとこう、バブンブンって風がこう、ファーって回る感じ。あ、で、この、あーなんですよね。うおここら辺のスピードがだから一貫してちょっとおかしいというか。ババンあーっていう、スーンあーってこの抜き方に関しては、ちょっとすげー参考になるなっていう風に思います。ここのね、ここの後ろ向いた時のちょっと余韻ちょっとこう行ってから戻ってくる感じ。ピタッピタピタっていう感じじゃないんですよね。一連の動きにこう流れが存在しているいやいやいやのこの足のスタンスもね。おみ足が長い。あ、今のところさりげないんですけど、ファフって戻る感じ。ふったららら、ファフッっていう、ちょっと呼吸を止める感覚ですかね。からのこの足さばき。いや、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとね、すごいんだわ、ここら辺。いや、止まれねえって、普通。っていう、この、足が一緒に入ってるっていうところよね。ここの手アーモな感じもちょっとやばいっすね。このちょっと後ろに反りながら、うーわ、うーって乗っていくところ。止まるかい、そこで。普通。バン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 。
今のこの左足でバン踏んで切り返して回ってガッっていうところまでの一連のところで踏み込み強いはずなんですけど、そんなに落としてないのよね。なんでかっていうと、つま先で全部踏みに行くんですよ、ラキ君って。かかとからグッて、振動を与えるような、踏み込み方をしていないっていうのがあるので、とてもこう、浮遊感も出しつつ、質感もしっかり残しつつ、でも力強くみたいな。ちょっとね、速度落とすとわかりやすいんですけどね、ここ。いきますよ。これ、つま先なんですよ。つま先で入れて、衝撃を緩和させて、かかとで踏み込む感じにして、グッとここで体重を左側に持ってきて、回るときにギリギリまで顔を残してから、一個ここでもう一回左足かな？右足で踏み込むっていうところまで。ここですね。一瞬宙に浮いてる感じ。ここから飛んでるんですよね。顔が早いですよね、切り返しがね。で、ここで、浮いてから、浮いてる時に、ここ体、他のババン部分がシュシュってなってるにも関わらず、もう日本語めちゃくちゃ顔がここの位置でキープされてんのがやばいことです、これが。で、この最後のガクンっていう抜きよね。なーなーな、ガーンっていう風にそっちに行くんじゃなくて、ガゴン、ガゴンっていう風に戻る。当てたのにこっちにその反動で返ってくるっていう跳ね返す力みたいなところはやっぱ筋力の強さですね。このバウンド。これかな？いやいや、ダン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 、ドーン、ガッガッガッ。ここもよね、ハンワー。おうおーっていうところなんですけど、一発目と二発目で、そのサイズがちょっと違うというか、小さく乗って、その声も、おうおー、おうおー、おーが、二発目がちょっと深みがこう出てくじゃないですか。そこが、おうおーって風になってる振り付けになるんですけど、その、テイストの出し方がめちゃくちゃうまいっていうとこですね。他の人の歌でここまで出せるっていうのがまた僕結構すごいことかなっていう風に思います。ここ一発目軽く、大きく。ここら辺もすごいのよね。足でめちゃくちゃ踏むんですけど、軸がブレない。うわ、ここもなんかいきなり下入るじゃないですか。いやー、すごい。もうすごい。この抜き、そのドゥーンカーですよね。抜いてスパーンっていうところの一発目と二発目のテイストがもう全く違うっていう。ここよね。タタタラタラ。ここ多分ですけど、指ここに置くときはフッフッじゃなくてっていうぐらいです。割れないように、割れないように、みたいな感じで多分やってるんじゃないかなっていうところなんですけど、お腹周りもムチムチに締めてるっていうところですね。優しいんですけど、弱くない。このブルン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 、まあ、そのバイセクルの感じですよね。すごくないですか、本当に。表現力。ちょっとベロ噛んでる感じ、って出てくるところでの抜きですね。これ、歯をうんって食いしわった状態ではなくて、っていう風に、ベロ出していくからこそ出てくる、そのリラックス感みたいなものが見えてきますね。こののけぞる感じ。この手首の柔らかさ。このヒットの強さ。この胸のアクセントですよ。一連のそのアクセントの強さ。ドン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 。
な強く。これ、映像でこんだけ強いんで、多分生で見たらぶったまげると思うんです。ビヨーンってなると思う、目が、本当に。だらだら。こう抜き。ここで、ファッ！もう行くぜ！アベンジャーズ！みたいな風になりますね。ここも入れてから抜いても戻してくるところが難しいんですよ。ああ、後ろ下がってきますね。いかつ。いかつ！というところです。まあ、どれだけすごいかっていうのはもう皆さん重々承知だと思うんですけども、個人的になんかここやばいなっていう風に思ったところを今回ご紹介させていただきました。はい。もう、大変なことですからね、これはね。これがまたお誕生日のプレゼントということで、ラッキー君から届けていただいたものでもございますんで、感謝感謝でございます。どうもありがとうございました。よいしょ、てい。